こんにちは。 ICNW ウィングスの宮下紀穂です。私は最近自炊にハマっています。全く料理ができなかったんですが、この自粛期間を機に少しずつ料理が作れるようになりました。なので私でも簡単に作れる料理があればぜひ教えてください。ちなみになるべくピーマンと人参を使わない料理だとすごくありがたいです。こんにちは、 ICNW ウィングスの梅吉夏です。私は最近髪の毛が伸びてきたのでお団子の練習をしています。それではやってみます。同じチームの宮下選手に教わりながらまだまだ練習中です。試合を見に来た時にはぜひ私のお団子もチェックしてみてください。またお団子のいい方法などがあれば教えてください。皆さんこんにちは、 ICNW ウィングス遠藤きりです。24秒チャレンジスタート。最近私がハマっているものはじゃじゃん、消しゴムはんこ作りです。時間がたくさんあったので始めました。最初は細かくて難しいんですけど、やればやるほど時間も過ぎるし、じゃじゃん、こんな感じに上達していきます。時間がある方はぜひやってみてください。皆さんいかがお過ごしでしょうか。大変な時期ですが、コロナに負けずにみんなで乗り越えていきましょう。 ICNW ウィングスの加藤瑠衣です。私の好きなものはお猿のジョージです。小さい時から見ていて、グッズがあると買っています。この中にはチームメイトがくれたものもあり、その中でのお気に入りはこのタオルです。お猿のジョージに出てくるキャラクターもたくさん載っていて、シンプルで可愛くてすごく気に入っています。ぜひ皆さんも見てみてください。こんにちは、 ICNAW ウィングスの近平直子です。私の大好きなトコゼリーを紹介します。これは私の地元愛媛県の愛南町というところで作られていて、ところてんからできているとてもヘルシーなゼリーです。弾力があり病みつきになる食感ですごく美味しいです。ネットからも注文できるので、気になった方はぜひお取り寄せしてみてください。大変な時ですが一丸となって乗り越えましょう。